どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジだってことやな。マムズハメ付けをクリアできるデッキは出来上がったんで、アーカイブ残していきたいと思う。今回、ウルトラマン、コラボで、ガチャで手に入る、ジードが、ウルトラマンジードが、適正キャラなのでリーダーにしてみました。こやつはデッキ内闇貴族性が各6体、宇宙種族が6体以上いる場合、メイン属性のみ、デッキ内全員の HP120、アタック160、汚染耐性が100、炎上耐性が50ということで適正じゃ。本来、こやつをな、リーダーにしてやるのが、一番最初かなの、テンプレみたいな感じなんじゃが、新たにマムズを挑戦できるキャラがウルトラマンの方で出てきたみたいじゃな。ということで、メンバーを闇属性から、カノン忍、シードブレイカー、コピーガード持ちということで採用しておるぞ。そして、未来カナイ、こやつはな、マナという言葉が使えて、ビリビリガード、シードブレイカー、そして回復してくれるので採用しておる。そして、これは、伊藤カモ太郎。こやつはシードブレイカーを持ってて、伊藤カが使えるので採用してる。そして、ブラコ&シェリー。フループシージという言葉が使えて、スーパーシードブレイカー、ビリビリガードを持っておるので採用してる感じや。そして、ガゼット。こやつはな、効果力で HP も回復してくれて、物資力のアタック強化2ターンっていうことなのでな。結構この感じだと、物資力を、6体か、全体で6体入れないといけないので、相性がかなりいい、キャラクターとなっておる。まあ、ガゼット自体はかなり強いキャラなのでな。これ、まあ、別に物資力がたくさんいなくても全然大丈夫。ただし、このリーダーにするときは、物資力6体なので6体は入れてください。そしたら、次、貴族性。ンカーポ。こやつはな、味方の、アタック少し強化と全体に爆絶強力な、攻撃。10コンポ以上の場合、追加で手札、魔種族のアタック強化2ターンってことなので、魔種族が入ったら、強化してくれる感じだな。そして、シードブレイカー、コピーガード持ち、コンポプラス1ということで、なので採用しとる。そして、ワイルドタイガー、スーパーシードブレイカー、スーパービービーガードを持っておるので採用する。か、わかった。かてでこうという言葉が使えるぞ。そして、ゼンマイ姉妹。ただな、コピーガード、スーパーギービーガードを持っておって、回復もしてくれるので左右してる感じや。そして、石川五右衛門。こいつはな、ビービーガード、コピーガードを持っておるので左右してる。あと回復もしてくれるみたいや。そして、ダント。こやつはな、コピーガードこ、コンポプラス1。弱体ガードを持ってて、タという、タとダが使える、貴族性の、効果力なダメージを入れてくれるキャラクターじゃん。デバフもしてくれるのかな。そして、イグナイタッチ。こやつはな、コピーガード、スーパービービーガード。HP を回復してくれる感じや。ということで、このメンバーに なったので、やっていこう。炎上さえ食らわなければ、結構楽に倒せるんだよな。まず、どうしようかな。
闇の言霊の技を出せって書いてあるので、これをもう出しちゃいましょう。はい、耐震さ、ささ、どうしようかな、さ、震災、さ、震災、震、これ、かさにしようかな。ちょっと待ってよ。これをここに入れてって、震災、ちょっとこいつ、が炎上食らっちゃってるので出しちゃいましょう。まずは、シールドを破壊することを、優先にしましょう。そうしないとダメージが入らないので、私の旋律動くはルテン第四楽章ソーランの調べ、ビオガクルテン。そしたら、かの文字が入ってる、あれになって、画面になってくんないかな。あ、またさか。いいよ、ここ置いちゃって。あ、これでいけんな。あ、これで、満車。これやばいな。あ、これでいいや。しょうがない。満載。これ次、使わなきゃよかったな。まあいいや。これしょうがない。本当は、怠慢さっていう言葉が使いたかった。満載。これでいこう。うまく使いたい言葉が入ってきてくれないと、なかなか、4文字以上の言葉が作れん。そろそろシールド破壊したいところじゃの。置いて、パにしようか。あ、こっちのパにしようかな。いや、こっちのパにしよう。体幹し、カウンター、カウンター石がなかったか。あ、惜しいの。ゲットタイピング、ちょっとシールを破壊するのに時間かかってるな。とんだ小悪だ。次で割れるじゃろ。これをパにして、石を置いて、んで、タオを置きましょうか。これでいきましょう。体幹、リターンか。3文字でスゴ技になるんで、何字かは。まあ2文字でもなるかな。これは、3文字発でかかった。よし。私の旋律動くはルテン。ちょっとシールドを破壊するのに時間かかってしまったが、あとは一気に倒していこう。で、こっから、真ん中に章とか今日とかそういう言葉が、出てくる感じになるかな。あ、出てこないか、まだ。
まずは魔を置いて万差、どっちにしようかな。これで対万差、万歳、いや、これにしよう。対万差。本当は真ん中の下がザだった漫才シーンなの感じやな。満載、満載では多分ゴムでは仕込めないかな。よし、やっぱダゼットとかダンとか強いのね。ザコは吹っ飛ぶね。ザコは真ん中になってんなった。うまくいけばこのターンで、このターンっていうかザコが復活する前までには倒せるかもしれんが、難しいのこれは。これどうしよう。で、イオを置いとくか。これ、いや、こっちのイにしようかな。いやけどまあ大丈夫だ。正常上進、これで行きましょう。なるべく相手は光属性なので闇属性を、なるべく4枚とかな、3枚置いて。私の戦術属性が違うとあんまりダメージ入らないので、結構回数よくいいの。そしたら次は、よし、こうなったらイオを置いて、これは退場。お、いいね。これで一気に攻め込むか。これでいこう。大状態、偶然の産物や。お、7文字バフとデバフも入るから相当強いぞ。3、これでデバフ入って、これで決まるかな。決まったな。これはうまい具合に最後に7文字を決めてくれた。聖児、退治。はい、ということでの、いや、炎上を食らってしまうので、回復契約を、3枚ずつ入れ、3枚、2枚ずつ入れて、闇と貴族性で、ビリビリガードを、入れて、つなぎの「い」とか「ん」とかをな、2、3枚ずつ入れとくと戦いやすくなると思う。で、ここは対マンサ、文化か、いとか、感化か、いとか、そういう言葉を作る感じで倒すのが、基本的な感じなので、5文字、6文字で作れるような言葉を入れて挑戦していこう。ということで、今回はここまで。大魔王、大魔政治がお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。